地理,地理学の歴史、地理学の歴史、地理学の歴史、では、地理学の発展の歴史について解説する。地理学の根本的な発想である、よその土地は、どうなっているのかという疑問は、人類が未文明の状況から出したときに、すでに必然的に生じ得たものと言えるが、文献的に確認できる、地理学発祥の地は古代ギリシアである。地理学を意味するゲオ、土地グラフィア、 記述はエラトステネスなど当時のアレキサンドリア学派によって付けられたと考えられているが、これもそのような他の土地を研究するという意味合いで付けられたものであった。地理学は学問としては哲学に並ぶ人類最古の学問なのである。文献で確認できる最初の地理学者はホメロスである。ホメロスは優れた詩人として有名であるが、ホメロスの詩は 遠い地域の様子や海の様子などを優れた文学的な感覚でもって表現している。しかし、これは現代から見た解釈であって、ホメロス自身はあくまで死を作ったのであり、地理学者としての自覚はなかったと考えられる。最初に地理学者としての自覚を持ったのはヘカテエオスであると考えられている。彼は世界観の研究に大きな関心を示し、おそらく ギリシア時代最初の地理書だろうと言われるペリエゲーシスをし世界地図を描き地球は円盤であると考えた。現代では彼は地理学の父と呼ばれている。その弟子である歴史家ヘロドトスも地理学上の実績を残した。遠くの異なった国の様子を記述し、エジプトからバビロニアまでの広い範囲の様子が記述されている。当時のギリシアではヘロドトスの記述したのは 歴史書だと見なされたであろうが、現代的視点からすれば、よその土地についての重要な記述書でもあり、地理学的な成果でもある。このような地理学の流れは、現在では、地史学と呼ばれているものである。しかし地理学を考えた場合、もう一つの源流を考えなくてはならない。それは、地形や海洋あるいは地球そのものを見る、自然科学、地球科学としての地理学である。 この源流も同じ古代ギリシアにある。現在では一般地理学と呼ばれているものの源流である。古代ギリシアで地理学が起こった時からすでにこの二つの流れ、地主学と一般地理学が並行して存在していたということには注視する必ずがある。というのも、この二つの流れが長い間は互いに影響されず発展されてきたが、この二つの流れを一つに融合しようとした時、 つまりその地域の様子、地思学と気候や地形などの自然環境一般地理学に互いに因果関係があるというのが発見されたとき、このときこそが現在我々が接している近代科学としての地理学が誕生したときに他ならないからである。その異業に達した人物こそがフンボルトとリッターという二人の地理学者なのであるが、これは19世紀初頭まで待たなくてはならない、口実。 地球科学としての地理学の源流は、ターレスなどに代表されるヨーニアの自然哲学者たちのもとにある。すでにこの頃から地球の大きさや宇宙における地球の位置などが問題になっていた。彼らはすでに地球が球体であると考えていた。これは無論、地理学ではなく、現代でいう天文学や地球物理学の源流でもあるが、当時は学問が未文化であったため、 彼らの業績は、後の地理学にも受け継がれていった。漫学の祖である哲学者、アリストテレスや、当時としては驚くほど正確な値で地球の大きさを測定した、エラトステネスなどの頃、紀元前四世紀、紀元前二世紀には、人々の関心の対象が、海洋や気候、河川の起源や洪水の問題などにも広がっていった。この関心の拡大は、アレクサンドロス三世、 大王の東方遠征によるものが大きい。アレキサンドロス三世の東方遠征により彼らの世界観は遠くインドにまで広がった。しかし、これらの関心は実際の観察と実験を行う技術がまだ存在せず、未知の部分を想像で補っていることが多かったため、正確さに問題があった。これを受けて、囲碁の地理学者たちは見知らね土地を推測することは避け、 確実に知られている地域に関してだけ、正確な記述を試みる傾向にあった。この傾向は、次の古代ローマ時代でより顕著になった。この時代の地理学は、ストラボン、プトレマイオスに代表される。古代ローマ時代は古代ギリシアと比べ、より正確にかつ科学的に地理学を研究する姿勢が見られるようになる。ストラボンは、お示し、民族の移動と、 社会制度に関する記述を残し、プトレマイオスは、で、当時の数学と天文学の成果を最大限に活かして、各地の地理的な位置を正確に把握した。彼らの残した業績は、その後中世まで影響を及ぼすことになった。中世ヨーロッパは学問の面で暗黒の時代であったと現代では見なされがちで、古代ギリシア人たちの地球球体説が忘れ去られて、 地球平面説に基づいた通図が描かれもしたが、実際には、西欧中世においても引き続き地球球体説が、知識人たちにとっては常識であった。中世で見るべき業績を残したのは、多くの科学と同じように、キリスト教、ヨーロッパ文明家ではなく、イスラーム文明家においてである。イスラーム圏では、イブンマトゥータのような大旅行家が現れ、東部アフリカから、ロシア南部、 さらには中国まで世界観が拡大した。彼らイスラームの学者の残した客観的な世界の記述は、その後キリスト教文化圏にももたらされたが、これらの時代の地理学的な業績は、歴史や社会制度と知識の記述の拡大であり、自然科学に依拠した一般地理の拡大はなかった。この一般地理の拡大は、その後のルネサンスまで待たねばならなかった。ルネサンスの前に、 ベネチアの大旅行家、マルコ・ポーロにも触れなくてはならない。マルコ・ポーロはアジアの各地を歴訪し、元王朝に長らく仕えて世界の記述を残したと言われる。この著作はヨーロッパ人にそれまであまり知られていなかったアジアに対する見方を一変させ、彼らの描く地図にも進歩が認められるようになった。ただ学問への理論的な寄与は少なく、地理学的にはマルコ・ポーロは ヨーロッパ人の世界観の拡大という業績しか残せていない。ルネサンスはそれまで長く停滞していた地理学にも発展の兆しを与えることになった。ルネサンスの賜物とも言える後の大航海時代は地理上大発見の時代とも呼ばれている。1492年から1522年にかけてコロンブス、バスコダガマ、マゼランなど 歴史上偉大な業績を残した航海者たちによって、当時最先端の航海術を用いて、それまでヨーロッパとアフリカ北部、アジアの限られたところしか知られていなかったヨーロッパ人の知識は、この数十年の間に世界中に達したのである。この世界観の劇的な拡大は地図にも大変革をもたらした。メルカトルの名でよく知られているオランダ人の地図学者、 ゲルハルト・クレーマーがこの時期に現れ、いくつも投影法を示した。また、当時発明された印刷術により、それまで貴族たちの贅沢品でしかなかった地図の一般への普及も地図の発展に大きな意味合いを持っていた。また、この印刷術は古代ローマの地理学者、プトレマイオスの地理書の普及にも努めた。この書により、人々は数理的に、すなわち、移動、 軽度というもの,の有用性を認めこれに注意を向けながら地理的な位置を把握するということに努めたこのこともこの時代の地理上大発見を後押したとも言えるこの時代の地理の書物といえばセバスチャンミュンスターのコスモグラフィア宇宙史であるこれは世界観の拡大によって可能となった名の通りありと あらゆる地球と宇宙を含めた世界を包括に記載するという試みで、未だ天道説の時代であった人々の関心を地理学に引き、いくつもの番を重ねるほどの盛況ぶりであった。また、地球の様子を相対的に把握できるようになり、それまでヨーロッパ人には信じられていなかった熱帯の存在も組み込まれるようになり、帰国分の試みも行われるようになっていった。ミュンスターに限らず、 このような地表と宇宙との関係までも一括して考察したコスモグラフィー的な著作がこの時代の地理の書物の特徴だが当時の科学の未発達とまだ確実とは言えない世界に対する知識も相まってやがて版を重ねると物語のような古代表現をするようになっていった。しかしこれらの著作がその後長いこと人々の地理の知識向上に貢献しことも事実である。 しかし、地理上の大発見と言われた、この時代の地理学も、地理的視野の拡大と経緯度の有効性、さらには気候や地形の把握といったことが行われたが、現代の科学的な地理学からすれば単なる地域の記載に終わっていると言える。というのも、まだ地理学を科学的に分析し、解明するほどに自然科学が発達していなかったためであった。 したがって、大航海時代の特徴は、ヨーロッパ人の地理的知識の拡大に終わり、地理学の学問的発展にはあまり寄与できなかったということになる。地理上の発見がなされた大航海時代に、ヨーロッパ人は大幅な地理的な知識は得たものの、それを学問上で後押しするだけの科学技術は、あとの17.18世紀まで待たねばならなかった。十七世紀以降、 自然科学はかつてないほど著しく発展していった。当時のコスモグラフィー的な著作は単なる知識の記述に終わっており、皿地表の現象における神の説理について記述するなど、科学的なスタンスからはかけ離れていったことも相まって徐々に姿を消した。科学が発展してきた17世紀以降、地表の気象や地形などの多様な自然現象は決して、 個々の独立した現象ではなく、体系的に解明、理解されうるものであり、地理学は、こうした科学的な解明を行う学問を、目指すべきだという考え方がなされるようになった。その代表格は、オランダ人のアレニュースである。彼の著作、一般地理学は、こうした理念のもと、地理学のもとに、海洋学、気候学などを位置づけることを想定していた。こうして、 古代より停滞していた一般地理学の理論構築が再び模索されるように言った。しかしワレニウスの没後、彼の考えを受け継ぐ者が現れず、地理学は再び停滞した。また、この時代の他の実績として、スネリウスによる三角測量の発明が挙げられる。また、学問の細分化が進み、自然科学が目覚ましく発展した時期でもある、ニュートンなどが現れたのも、 この時期である。こうした自然科学の発展とそれに伴う測定機器の発展は後の地理学発展の下地になっていった。一時期停滞していた地理学の歴史を動かしたのは哲学者でもあるイマヌエル・カウントである。彼はケーニヒスベルク大学で地理学を講じ、地理学はそこに山があり、そこに川があるのを決して神の説理とするのではなく、 科学的に解明されうるものとしなくてはならないと説いた。しかし、このような精神で地理学を論ずる者は少なく、この時代の多くの地理書は、知らない土地の自然の不思議な現象を興味本位に書き立てたり、地理学とはおおよそ関係ないその土地の歴史や政治制度を記載してあったり、それをもとにしたあまり正確とも言えない考察がされて、いったりしていた。またこの時代は、 地質学など、近接分野にも目覚ましい発見が見られ、地理学に影響を与えたのも見逃せない。このように、地理学が近代学問としてその姿を見せるようになったのであるが、それを決めるのは19世紀のフンボルトとリッターという人物の出現を待たなくてはならない。また、地理学が近代的な姿になるのは、現代でいう自然地理学の分野によってである。人文地理学に、 光が当てられるのも19世紀に入ってからである。現在見られる地理学の内容の大半は近代以降に作られた。この近代地理学の成立を促したものは古代以来徐々に拡大し、大航海時代に世界中に拡大された世界観、あるいは各地の地理の知識の他に物理学や天文学、 数学など自然科学の発達とそれに伴う観測機器の発達が挙げられる。近代以前では知史のような知識は集積されても、それを科学的に分析、把握するという行為は、バレニウスなどがその先見的な理論を提示しても、技術の未発達さからそれがしたくてもできようがなかったのであろう。従って、地理学は現代から見れば地表空間の記述がその目的であり、 それ以上の可能性を乱すのは難しかったのである。このような状況にして、それまで自然も含めて単なる知識の記述が目的であった。地理学に多くの課題と見方を提示した人物が、ドイツ人のアレクサンダー・フォン・フンボルトである。カール・リッターと並び、19世紀において地理学の多くを育んだのはドイツであった。フンボルトは、現在世界中の地理学会から、 近代地理学の父としてその業績が称えられている。しかし、彼は第一に、博物学者であり、探検家であり、地理学者としての顔が、決して第一位ではないことには注意されたい。彼は、探検家、博物学者として、南米のほか、世界の各地を旅行し、科学者の目で詳細に調査を行いその様子を、記載した。九十年の生涯で、多数の著作を書き、 当時のドイツのアカデミックに多大な影響を与えた。フンボルトは地表に関する様々な自然現象を決して単一な現象ではなく様々な相互関係として見ることが何より重要だとした。つまり地理学者の目的は植物を植物学者として見るのではなく、また地質を地質学者として見るのではなく、これらの現象の内的連関を見ることだとした。 フンボルトは地理学のみならず自然科学の観察方法に革新的な影響を与え、気候と地形、植生、さらには民族や歴史までもがその内的連関によって結びついており、その因果性の追求を的確に表現しようとした。この因果性の追求こそが他の地域との差を見ることが可能なのであり、その追求方法でもある観察方法に地形断面図や 東温線図、気圧の測定方法など、当時の先端の技術を駆使した方法を普及させた。これにより、各地の違いを比較考察することが客観的にできるようになった。つまり、フンボルトは、各地の事象の因果性の追求というローカルな視点での業績と、それを一般法則化し、その法則を様々な地点に当てはめて客観的な、 視点から各地域ごとの比較研究を行うという表面全体に関しての業績という二つの大きな業績を残したことになる。これにより古代から別々に発達した地域地理学の部門と一般地理学の部門との間にあった壁が取り払われたのであった。この時点で現在我々が接している近代地理学の原理が出発したのである。こうした一連の業績は 植生にしろ、気候にしろそれまで単なる無機的な科学的な知識の寄せ集めだったものを有機的な連環のものへと変えた。また、地形断面図や等温線図の原理は、現在の地理学でも直接的に有効な手段として認識、利用されている。こうした基本精神、つまり、事象の内的連環の追求というスタンスは、現在の地理学にも受け継がれていると言える。 例えば、地形を見るのにも、単に地形を見るにとどまらず、気候や地質なども目を向け地形を成立させている。因果性を探るというのが地理学のスタンスで、従って、地形以外にも、気候や地質などへの理解が要求されるのである。地形のその物理的な栄力に着目してもっぱら、そのメカニズムを探る、地球科学のスタンスとは、この点で異なると言える。しかし、 現在の高度に発達した自然科学の世界では実際的に学術成果を上げるには異はあまり見られなくなった。例えば地形の分野では地理学者も地質学の領域への関心、理解は必然的に求められているからである。しかし、フンボルトは博物学者で探検家であり、自身に地理学者という自覚は比較的希薄だったと言われている。フンボルトを 近代地理学の父に仕立てのは、後年の地理学主家たちの成果である。いずれにせよ、地理学の歴史の上でフンボルトほど評価されている人物は他にいない。自身に地理学者としての自覚が大きかったのは、フンボルトよりも、カール・リッターの方であろう。彼は、世界で初めて設立されたベルリン大学の地理学講座、講義としてではなく、専門人としての地理学者を養成する。 コースを担当し、世界で初めて設立された地理学の学術団体、ベルリン地理学協会の初代会長を没するまで務め、学問として地理学の整備に尽力した。彼は、フンボルトに影響されつつも、彼の自然地理学に対して特に人文地理学方面の確立に努めた。各地の知識を比較考察し、徹底的な資料の収集と吟味により、 単なる表面的な知識の寄せ集めであった知事学の分野を科学的な地理学の一分野として高めたのはリッターの功績である。また地理学の領域を大地に限定し、大地と人類との関係に重きを置き、その関係の奥に神の手を認める哲学的な地理学のスタンスでも有名で、地表面と人間との関係を目的論的な態度で、 みたもリッターの態度であることにも留意する必要がある。というのも、この考えがしばらくドイツの地理学会の基本スタンスとして影響されていったからである。他に、前述のベルリン地理学協会の設立にも力を尽くし、個々になりがちであった地理学者や地理学の成果の連携、交流に多大な貢献をしたことも重要である。また、この時代、経済学や 社会学、地質学や気象学など、近接学問分野も様々な先駆者により、近代化が図られた時代でもあった。地理学もそうした時代の流れに沿い、二人の巨人によって、近代化がなされた。こうした、近接学問分野との連携を実際に図るのは、両方の学問体系が整備された19世紀後半になる。1859年。 近代地理学の確立に努めたフンボルトとリッターの二人の巨匠が相次いで他界した。彼らの功績が大地に根に張るのは19世紀後半まで待たなくてはならない。というのも彼らが築いた近代地理学の理論が実践されるには技術面、制度面が未熟であったからである。この時代は各子系統地理学の発達の他に世界各国へ 近代的な地理学が輸入された子、各国で地理学の学術団体が発達したことが挙げられる。いずれも現在見られる地理学の根本になっていることである。この時代には各地の交通網の発達、資本主義の発達など世界規模で近代化が進行した日本に明治維新が起こったのもこの時期である。特に交通網の発達は地理学の関心を増幅させた。 アフリカやアジア方面への行き来が容易になったからである。この時期には、オーストラリア大陸も一般に知られ、それまで神の領域とされていたアジアアフリカ大陸の内陸部までも探検され、現在持たれている地理的な認識とほぼ同じになった、つまり地球上のすべての範囲が把握されたのである。またこの時期植民地という名の下で、ヨーロッパの列強諸国がアジアへ進出したのは、 地理学の影響も少なからずある。すでにリッターがベルリン大学で地理学を講じていった頃から軍人を相手に士官学での地理学の講義も行われ、軍事学の一分野としても関心が持たれていたのである。観点によっては地図の独図や地理学的知識の習得は敵国の様子を把握する軍事的な重要な手段でもあったかである。このスタンスは 第二次世界大戦期まで日本も例外ではなく世界各国で見られたことである。特に政治地理学内史は地政学という分野にこの軍事侵略的な色合いが強かった。特に第二次世界大戦時のドイツにおいてナチスの理論の正当化にこの分野が利用され戦後しばらくこの両分野は一種のタブーになっていたことも事実である。19世紀後半はドイツで起こった。 近代地理学の波がヨーロッパをはじめ世界各国へ移入された。フンボルトは博物学者であったので彼の直接的影響を受けていたのは植物学や博物学方面であり地理学への影響を長く引くことはなかった。それに対しリッターは根っからの地理学者であり地理学の制度づくりにも熱心であったので彼からの影響が後の世の地理学の土台となった。 19世紀後半以降地理学は多くはこのリッターから直接的、間接的に影響を受けた人物が作り上げた。特に彼らはリッター学派とも呼ばれている。しかし、リッターの後、業績を残す人物が出るのには少し時間がかかった。まず、ドイツでは、フェルディナント・フォンディヒト・ホーン、アルフレート・ヘッドナーや、フリードリ・ヒラッツェル、オット・シュリューターが挙げられる。 リヒト方ンは、近代的な地形学の分野とシルクロードの発見に、業績があり、地理学協会の会長を務めた。アルフレート・ヘッドナーは、その鋭い視点と卓越した文章で、地理学方法論や制度論論じ19世紀後期から20世紀、前半の世界的な地理学理論のリーダーとなった。フリードリヒ・ヒラッツェルは、地理学を人類と大地の関係を解く学問と見て、 環境が人間のあり方を規定するという環境決定論を説いた彼は政治地理学の創始者でもある。オットー・シュリューターは人文地理学のあり方を説いた。この時代のドイツではラントシャフとショフと警観の概念で論争にもなった。フランスにはビダル・ドゥ・ラ・ブラーシュやエマニュエル・ドゥ・マルトンヌが現れた。ブラーシュは環境可能論の立場から人文地理学を解き、 環境は人間の活動を規定するのではなく、単に能性を与えるに過ぎないという考えを表明し、この考えは現代地理学の主流となっていった。マルトンヌは地理学の歴史を示し鋭い観点から地理学を考察した。また本業である気候学の分野でも著名である。1821年には世界最古の地理学会であるパリ地理学会が発足した。 アメリカでは、アメリカ地理学協会、アックス、アメリカ地理学会、オグが作られ、デイビスらが現れた。特に系統地理学の研究が盛んになり、20世紀の地理学を次第にリードしていくこととなった。日本では、近代化の波に乗って、地理学が移入された。地理学科を作ったのは、京都帝国大学の小川拓司や、東京帝国大学の山崎直方で、 彼らは日本における地理学の父として知られている。また、山崎直方は日本地理学会を作った。また、内村勘三や牧口恒三郎、総科学会の創設者など在野での地理研究も重要である。この時代は、近接諸学問の発展と連関して、経済地理学や社会地理学、都市地理学、気候学、 地形学など各種系統地理学が相次いで整備されていき、地理学のテーマ内容が多様化されていく時代もあった。この系統地理学はもちろん現在でも研究されているものである。また各地に学会ができ、各研究者の成果を共有できたことも大きい。このように近代化によって系統地理学が整備されていき、20世紀の後半を迎えるのであるが、 この時期に特に人文地理学で技術的な地理学に大きな変化が見られるようになる。つまり、より具体的かつ客観的な証明のための数値データというものが導入されていくのである。この流れは軽量革命と呼ばれ、1950年代のアメリカで起きて世界中に革命的に広がったものあった。アメリカを原点に1950年代から 普及し始めたコンピュータと、整備されていた統計データを背景に、軽量データから地理学的な空間分析を行う、手法が試みられるようになった。この動きは、ワシントン大学の研究グループらによって始まり、やがて前例中に知られるようになった。この動きは、こうした、軽量地理学への受け入れづらさや、批判的な部分も含めて、地理学の方法論上で、 一大センセーションを巻き起こし、米国から世界中へ革命的に普及した。こうした動きは、軽量革命と呼ばれている。フンボルトラによる近代地理学の成立以来のパラダイムシフトということで、第二の革命や第二の波とも呼ばれるほどの地理学上での一大変説点であった。この波は近年まで世界中を席巻し、現在では地理学研究においての例とは、 かなりのものと言える。現在では、地理学は環境問題や GIS の検討など、時代のニーズに合わせて多様化している。また経済学や社会学、気象学など、近接学問分野なども、従来のディシプリン的な研究を超えた新しい領域のタなどもが試みられており、地理学もこうした諸分野との提携も欠かすことができなくなってきた。しかし、こうした動きは、 地理学独自の見方や領域というものの意義について考える必要が大きくってきたことも意味する。現在はそのような他の学問との連携や兼ね合いの部分で地理学はどのような主張ができるのか検討されている時期と言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。